ほとんど着てる服も一緒というね3日目ガチトラベルでございます。なんですけれどもしばらく道なりです。ずっとね昼間のシーンだったり、まあ最初はまあ夜から始まったんですけれども、そうです、ね、1回ぐらいは昼間のねシーンでだいたい君が寝てるとこから始まったような形なんですけれども、きつかったですね。いやー行くとこもヘビーやし、もう行くとこもヘビー、毎日もヘビーやし、ねえやることがないから昼間やることがないからね。そうなんですよね。ほんでもうガチトラベルっていうことでですね福島編とか言っててね、そんないっぱいいっぱい回ってね3ヶ月ぐらい福島編やったところでねっていうふうになるとやっぱり、うん、まあ4カ所ぐらいって言ってもまだ時間が余っちゃう。やることないからガチシリーズでも撮りますかみたいなね、なんか時間が空いてるから仕事しようかみたいなそんな感じになってるんですけども、いやきつかったですね。なんかもう山中入ったり坂登ってなんか、ね、えらい階段登ったり、そうですね、おまけにはなんかテニスボールが勝手に動いたりとかねいろいろありましたね。ありましたけれども、まあ連日連日こういう風なところ行ってたらそれは何かも来ますわなみたいな話なんですけども、今回でですね、ガチリーズ、ガチリーズじゃねえやガチトラベル、トラベル、はい、ガチトラ、福島編最終話でございます。で、なんで今回福島にしたかってあなたも分かんないと思うんですよ。分かんないです、いきなりでしたからね。本来ならばその、なんていうんですかね、もともとガチシリーズで行こうと思ってるところなんですね、ここ最後のところは。ただ、ガチシリーズっていうのはなんだかんだ言って笑いと恐怖なんですけれども、ここの部分はね、今日今から行くところっていうのは僕はその前から行かなきゃいけないとは思ってたんですよ。ほうほうほう、うん、というので、まあこういうねガチシリーズでやるにはちょっとあれだしどうしようかなとかいうふうに思ってたところなんです。で、私が過去呪い場という DVD 作りましてね、そこでも紹介したところなんです。で、まあ、これから行くところはどういうところかと言いますと、水行動というか水行動、はい、サイの川のいわき市にありますね、そういうところをなんですね。ほんで僕は基本的に水子っていうね、よく水子ってご存知ですよね、はい、はい、この世に生まれなかったとか、はいはい、あとは、ね、子供が死んだらとかいうような話なんですけど、はい、僕そういうの大嫌いなんですよ。霊能者でよく水子がついてるとかね、はい、水子のたたりですとかっていうやついるでしょ、はい、僕それ大嫌いなんですよ。僕それ言った時点でもうそいつは絶対信用しねえっていうぐらい、はい、でそれは
なぜかと言いますと、はい、その恨みとかそういったものってのは全部成長、人間が成長してから起きる感情じゃないですか。そうですね。うん。ね。うん。で、ましてやその子供からすると親っていうものはね、やっぱりあの愛すべき存在であって、そのいきなり何もそんなことをしてないのに殺してやろうみたいなね、そうですね、たたってやろうみたいな、そんなのって起きるのかと、そんな風に思わないですよね。うん。で、僕もう一つね嫌なのが、はい、まあたまには、まあ、クソビッチっていうかね、そういう人間からするとね、できちゃった下ろしちゃえっていうようなね、うん、アホなやつがいますけれども、そんなやつはもうただもうその子、水子と言われてるその子がたたらなくても神様が罰を与えますよ、うん、そうですね、罰をね、うん、うん、そんなやつはどん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 不幸になればいいんですよ。でもやむにやまれずそういうことになった人っていますよね、はい、経済的だったり、そう、まあ、年齢がとか、うん、あと年齢っていうのもあるし、うん、もしか暴力受けてっていうのもありますよね、うん、ほんでもう一つはその産みたかったんだけどなんかの事故とか体調とかそういったもので流れちゃった子いますよね、うん、その男はいいですよ、なんか射精して終わりなんですから。でも女性からするとね、体内にそういうのに命がいてやむにやまれずっていうような、もう本当にまさしくそれこそ身を削るようにね、うん、その子と別れてるっていう人だって、その人らのほとんどですよ、うん、ね、まあ経済とかそういったものっていうのは、まあ、自分勝手っちゃ自分勝手かもしれないんですけれども、俺ね大っ嫌いなんですよ、水子がたたってるとか水子が苦しめてるとかいう霊能者、これはね皆さんね、これ見てる人の中でもそういうこと言われたら鼻でこうやって俺がいつもやりますよね、バカにして、そうっすか、それは大変っすねって言ってスルーしても全然問題ないですから、問題ないし、うん、全然問題ないです、言ってることおかしいですもんね、うん、ふざけんじゃねえよって言って、うん、なんでその女性がずっとそういう風に精神的にもね、あれにも過去のことで苦しんでるのにそういうような追い打ちかけるようなことするんだと、毎日謝罪してる人だっているわけですよ。それでたまたまうまくいかない運命っていうのはようわからんですよ。それでなんか起きた時にね、水子ですよとかいうインチキ霊能者、お前らいつか絶対潰してやるからなっていうような形で、僕はいつも思ってるんですね。で今日行くところはその西の河原っていうところが、その水子というかね、そういうのが祀ってあるところなんですけど、僕は呪い場でですね、やっぱりすごいインパクトあるんですよ、絵的に。で、そういうので紹介したんですけれども、なんかすごい気になりまして、ものすごく気になったんですよ。で、いろいろ調べて、もう一度行きたいなっていうような形ですね。なるほど、OK。しばらく道なりです。というので、もう一回行かなきゃいけないところなんですね。で、はっちゃんに付き合ってもらおうという。はっきり言います、多分あなた入るの嫌がると思いますよ、はい、うん、なんでですか。そこの場所をね、はい、紹介してくれたのが若い子なんですよ、はい、学生さんで、はい、で案内しますよって言って、でその学生さんが友達がね、はい、そこを行ったんですよ、はい、それ行って
帰ってきたら木狂っちゃったんですよ。えでそのまま今も病院入ったままなんですって言うんですよ。でその場所を連れて行きますって言ったのがそこなんですよ。うん、怖いじゃないですか。怖いって言う、いや怖いって言う、行きたくないよね。そんな時代、汚いですよ。行きたくないですよね。知らん方が良かったです、うん、でそこにその行くとですね、ほんとすごいんですよ。やっぱりあの洞窟がありまして、その洞窟越えると海岸に出るんですね。でこれ本当の話なんですけども、ほとんど取れなかったんだけど、バーン鉄砲水みたいなの来たんですよ、はい、波で、はい、それまでずっと穏やかだったんですよ。それがドーンって鉄砲水みたいなのが来て、はい、その波がずっと俺たち追っかけてきたんですよ、うわーみたいな感じで、逃げても逃げても逃げてる方向に波が来るんですよ。でどうするんですか。いやいや、もう走って逃げましたよ。うん、見られるもんなんですね。だからほんのちょっとしか撮れなかったんですけど、そのシーンっていうのは、うん、ね、左方向です、その先左方向です、撮ったんですけれども、こうこここれだね、はい、っていうような話で、フラフラでほとんどこのコメントがアホです。しゃあないですよ、そんなわけ分かってへんじゃん今。そんなさっきまでずっと寝てましたから、まだ実は頭回転したんで。そうですか、体痛い痛いです。うわさ、うわーてか言ってる時は大体アホになってます。まあそういう場所にね行くんですが、うわーとか言うのはもううるさいから黙ってろ。しばらく道なりです。おー、なるほど。おー、まあこのガチトラベル、もしかするとまた次もやるかもしれないですけど、もうちょっと楽に行きたいと。そうです、ね、思いますね。しおり作らな、しおりを作らなきゃダメですね。一時、自殺の名称三時真ん中でクラクション鳴らすと何かが起こるトンネルみたいな形でね。そんなしおり作りたいねえ、それぐらいの勢いで作んなきゃダメですよ。でないとこれは無理だな。ちょっと今回も本当ガチすぎますよ。まあトラブルがまず初日にねありましたよ。そう、機械トラブル、もうこれはもう回れないんだ、回りたくてもね。えということで、まずアウトね。えで2日目です。これはもう精神的にというか体力的にアウト。いやこれお金があったらなんとかなるっちゅう問題でもないし、ね、あ、そうお金、あのね、お金がもうね、予算ない中でやってますみたいなね、あと残り500円とか言って、実はそんなに使わないよねこれ。それはなぜかと言いますと、皆さん、夜はこんな感じで回りますし、昼は本当に寝るだけなんですよね。え、車の中で寝てればいい話だもんね。そうなんです。ただその寝てるから元気やろうとか、
多分思ってある人いると思うんですけど、うん、違うんだ違うんだ君たち車の中とか漫画喫茶とかですよ狭い狭いですよ。僕漫画喫茶は別に普通に寝れますけどね。いや寝返り打てへんし体痛いし、うん、漫画喫茶なんかほんまなんか壁一枚でもう何やいろんないびき聞こえてくるしなんかで、ね、まだ天井もなんかなんつうの吹き明るいからね明るいでしょあれ、なんでそんなんやねんと。まあ僕普段からそのままあの地べたで布団敷いてるにもかかわらず布団で寝なかったりとかするのと、おっとっとっと、うん、あとはもうパソコンつけっぱなしで寝ると結構明るいんで、もうそういうのは慣れてるんですけどね。僕そんなん慣れてへんすよ。絶対全部消して寝ます。真っ暗じゃないですかね。これは分かるような気がしますよ。そんなふかふかのベッドとかそんなもん別にいらないんですよ。勝手がちゃうからねやっぱりね。まあでも豪に来たら豪にね下がらんかんとかね。だから体がなんかカチカチなんですよ。そうなんですよ。車中泊ですからね基本的には。寝返り打てないんですよね。寝返り打てない。後ろもフラットになったまた話は別なんですけど。うん、ならないし。でもこれまだゴジラ号だから良、うん、かった良、ね、かったんですよ、ね、これ普通の乗用車だったら確実に俺は死んでますね。もうこの3日間いやきついゴジラ号はなんだかんだ言ってねクッションとかこう座り心地もいいんで、うん、ねえ非常に良かった。これゴジラ号だからできたこと。でもそのゴジラ号でもゴジラ号が言いますよ。いや佐賀さん限界ありますよって言って限界ありますよって言って僕は走るのが仕事であってあなたたち寝かせるのが仕事じゃないからねって言ってちょっと布団で寝なさいよみたいな話で言われるんですけれどもね。いきなりこき使いすぎでしょうか。そう、ねえ走るのは俺はいくらでも走りますよってねえ寝るとこまで文句言われるのはちょっとスイッチがなとか言ってねガオー言うガオー福島県の、いわき市ですか。今いわき市です。いわきまで来ました。初めてですよ。いわきは福島県、まあ、そういうことですね、うん、最終は、うん、さてどうなることやら。どうなることやらですよ、うん、車も街灯も全く光ってません。出たいわ真っ暗。僕の想像のいわき市と違う。ちょっと違うね、うん、海沿い。もう海沿いになりますからな。もうすぐ海が。ああ。さあ。うわあすごいな。僕の友達でいわき市出身のやついますけど。はいはい。まさかこんなとこやったぞ。日系日系じゃないっすよね。真っ暗だね。ちょっとさっきはしらじらと夜が明けそうな雰囲気があった。おこれはまだまっすぐ。はい、まだまっすぐです。なんか道がガスってるんで。まあこのガチトラベルもね、あなたの街の近く僕たちが行く可能性もありますんでね、うん、もうこれからは予告しようか本当にいやほんまそうですよ。いやあの予告大体的にするのもいいけどまず僕に予告してくださいよそうですな。そんないきなり行くとか無理ですよそんなでいきなりなんかいろいろ調べたりするのもしんどいしんどいですよ。それはでもねそこをパンパンってやるのができる男だよ。そうですね、うん、ね廃墟のテニスコートって言ったらね、いいことですね。パンパンって言って
郡山市、400m 先斜め左方向です。宮城市、猪苗代市、猪苗代市広いな。でも牧場、でもほとんど猪苗代はガチで使ってしまったと、うん、確かに。でこっから斜め左方向です。斜め左方向、こうか、こっち。そうですね、斜め左です。しばらく道なりです。しばらく道なりです。いや今思い起こすとよう来たな思うんですよね。全くさ、前まで福島に来るとは思っていなかった。これから俺らもねどんどん新しい番組作っていかなきゃいけないけど、うん、そろそろあなたもなんかやりたいとか言ってるらしいじゃないですか。なんすかね、犬と遊ぶとかですか。いやなんか温泉の旅とかですか。いやそれ実費で行くんだったら全然構わないですよ。肉料理食べ歩きとか。いや実費で行かれるんだったらどんどん行ってください。青春18切符の旅とかですか。いいんじゃないですか。実費で行かれるんだったらどんどん行ってください。わらしべ長者とかですか。ヘビーですなぁ。さてガチトラベル in 福島、これ僕はね今ねホテルとか言うと見るとすごくああって思うんですよね。露天風呂とか言って書いてあったりとかするとね。布団使う、もう枕ですら使ってないですからね。枕使ってないもんな。あの枕買った方がいいな。そうですね。このゴジラ号に枕をね後ろに掘り込んでおくというのは非常に大事だと思う。海鮮丼980円、この辺の海鮮丼は美味しいんじゃないですか。まあ、そうですね、だって海ですからね。どういうテンション上げたらいいか分からへんですよ。何がですか。テンション上げていいか分かんない。頑張んなさいよ。最後の力を振り絞りなさいよ。何しゃべっていいか分かんない。実況中継しようかな。何の。今からトンネルに入ります。オレンジ色の光がトンネルを照らしています。はい、トンネルに入りました。あなたね、画像もほらちょっとオレンジっぽくなってでしょ。俺より若いんだからもっとなんなさいよ。いや俺なんかプラス運転してるんですよずっと。いやそれはそ
そうなんですけど、車2台前から走ってきました。さて、およそ400m 先、右方向です。何ですって400m 先、右方向って言ってますね。見えない、前が見えない。右方向です。右方向でございます。曲がるって、曲がるってなんかチャレンジですよね。しばらく道なりです。今何かんのって書いてた。山書いて、え、観音じゃないですよ。あ、違う、はい、俺も疲れてるから疲れてます。まだ若なんでしょう。そうですね、途中までなんで。漁師さんはそろそろ準備されてる時間じゃないですか。そうですね、出発の、うん、もう仕事始まってるでしょ。魚取りに行くぞと。漁港の近くですからね。そうですね、漁師さんたちは漁に行く気配がありませんね。これ人の動きがまずないです。右方向です。右方向です。大丈夫だ。西の河原400m 先、左方向です。あった。あれ どこだ。急に出てきた。急に出てきました。あれ、こんなんだったっけ。急に出てきました。手持ちにしていただく。いや、ここじゃないんですよ。ここじゃないんですよ、うん、でしょ。これも向こう海ですよね。そう
そうですね、これ海ですね、左手で何も見えません。はい、左方向です。その先、目的地は右側です。あ、こっち行くともうあれですよね、海ですよね。目的地は右側です。お疲れ様でした。お、あれ間違えた。うん、これ一応セットしたところですからね。あれ間違えた。うん、あら違う。うわ、もう海だ。海だ。あれ間違えた。はい、うわ落ちそう。危ない危ないです。本場に海ですから。ありましたもんね。平沼漁港だっけ。はい、だよね。はい、そうです。ということは中町でもないよね。でもないです。こっち、うん、
ういう感じのところにあるんですよ。はあ、ただ霧で映らない、霧で見えないんだ、うん、よう。死んでたっけ、もう。生きてますね。あ、もうセットしてあるんで。うん、はい。おいライターを出るんだよ。あ、はい。で、これを右です。うん、で1個目の信号また右です。これすぐなの？あれか、5分ぐらい。およそ 300m 先、左方向です。これ気がする。これを右。はい。どうして？で、まっすぐです。で、また点滅が出てくるんで、それ左です。また信号がある。はい。解除されないっていうのはどういうことなんだ。ずっと解除されなさそうですよ。違いますよ。押してないってことなんですか。うわ、すぐ。あ、そうだよね、やっぱりはっちゃん、あれだよ、通行止めになってる、はい、その信号左でしょ、はい、信号なんかないぞ。そうやね、聞きましたよね。そうそうそう、これ合ってんだってあれで。これ言ってないもんね。
水浴場あったじゃないですか、うん、そこから洞窟見えるって言ってましたすいません、ありがとうございました。助かりました。ごめんなさい。お母さんに聞きました。合ってた。合ってた。合ってたんだけど。地蔵さんいっぱい並んでる。そうそう、俺これ、見覚えがあるんだ、この船。あ、あれだ。ああ、お地蔵さんいっぱいある。あるあるある。ここからは有料にさせていただきます。